皆さんお疲れ様です。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 はい、というわけで、ただいまより、わざわざ木曜日のこの時間にみんなが集まったということは、とてつもない重大発表があるとのことなので、おお、重大発表があります。いいですか。おお、変なところで入ってくるから。はい、というわけで、なので、皆さん心して聞くように、保護者のお話になりますので、じゃあ、中村さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、重大発表させていただきますので、しっかり聞いてください。はい、というわけで、オーシャン東京と関わるお客様、外部の方々、いろんな人が、待ちわびたオーシャン東京大阪4月30日にオープンします。それに伴ってなんですが、メンバー発表とともに、もう行くメンバーがもう熱すぎて、本当僕が毎日困ってるぐらい熱いので、ここで一言いただきたいと思います。どうぞ。じゃあまず誰から行こうか。僕から行きます。うおー、いいね。はい、お願いします。はい、オーシャン東京大阪店アシスタントの鈴木優太です。お願いします。まあ僕が入ってもうすぐ1年経とうとして、まああと2日で1年なんですけど、まさかこう1年で大阪に行くとは思ってもなく、まあこっちにいた方がとかいろいろあったんですけど、まあなんかそれ以上にこう僕地方出身で、まあバイトして頑張ってお金貯めて髪切りに行くみたいなだったんですけど、なんでもっと近くないんだろうみたいな、なんで東京だけなんだよみたいな思ってて、まあ、他のとこ行っても全然満足できなくて、そのご褒美みたいな感じでオーシャンに来て、でこの度初の地方でこう大阪にできて、多分僕みたいな人はすごいたくさんいるんで、まあそういう人たちのためにもなんかこう僕らからこう会いに行く感じで、もっとたくさん喜んでくれる人が増えるし、もっと行けてる人たちもちょっと増えるし、この地方進出の第一歩で大阪だけじゃなくて、まあ、僕の地元の、まあ、福岡だったり名古屋とかに全国もう全部オーシャン旋風巻き起こして、こうどこにいてもみんなかっこよくなれる場所っていうのをまずここから作っていって、まあ、東京のみんなに絶対負けない気持ちで僕行くんで、まあ、安心してください。はい、この度、僕もオーシャン東京の大阪店に、行かせていただくことになりました、竹内です。まあ、僕は、まあ、4年前に、上京したんですけど、まあ、当時は、その東京の大学に行ってまして、でもうその4年生大学だったんですけども、まあ、その両親は美容師っていう夢を、ずっと応援してくださってたんですけども、まあ、両親よりも権力の強い、まあ、おじおばが、まあ、大学に行けよということで、まあ、僕は無理やり4年生大学に入学したんですけど、まあでもやっぱり、まあ、しゃあなし入った大学は、まあやっぱ続かず、半年で中退して、まあ美容の専門学校に行ったんですけど、
まあ、やっぱりそのいずれかはまあ地元も大阪なんで、まあ、地元大阪でやりたいなって思いがあって東京に来たわけなんですけども、まあ、その大阪に帰るタイミングがずっと僕に悩んでた一つでもあって、まあ、その東京で何十年も美容師してから、大阪に帰るのか、まあ、それからスタイリスト、オーシャンでスタイリストになったと同時に大阪でやるのか、まあ、あとはもうアシスタントのうちから大阪に帰るべきなのかをちょっと悩んでたんですけど、まあ、今回その中村さんから、関西サロンの歴史を変えるっていうコンセプトを聞いたときに、まあ、もうまっすぐにもう行きたいなっていうのを感じたので、まあ、もう関西に帰っても、まあ、関西サロンの歴史を変えるっていうコンセプトに、基づいて、まあ、僕自身やっぱり、地元大阪ですけども、まあ、もうとにかく大阪の人を喜ばすだけですし、関西を盛り上げるだけなので、まだ、オーシャン入社して2年目ですけども、関西を、必ず盛り上げて、まあ、一生、東京には戻ってくる気がないので、大阪で、美容師できます。以上です。はい、オーシャン東京大阪で、スタイリストを、デビューします、青野ゆきです。まあ結構いきなりだったんで何喋ったらいいかわかんないですけど、まあ僕らの代でオーシャンの新卒が、まあ、1回目の時だって、でまあ最初入った子とかだったりとか、まあ結構辞めたりとかで、まあ、先輩とかもいたんですけど、まあ、今まで、東京で出てきて、で3年間やってきて、その、まあ、いろんな店舗だったりとか、いろんなスタイリストについて、で、まあ、毎日お客様、いろんなお客様がいて、で、まあ、女の人もそうですし、で、すごい仲良くなったお客さんとか、あとは、まあ、最初全然話さなかったお客さんとかにシャンプーだったりとか、だんだん技術ができるようになって、でよく話すようになったりとか、その3年間自分が東京でやってきて、先輩にしてきたものだったものだったりとか、そのやってきて自分が得たものっていうのを、その、まあ、毎日大阪だったり地方からオーシャンに来てくれる人がいて、で、まあ、その子たちはなんか髪がすごい好かれたりとか、まあ、カラーが全然、まあ、色じゃなくて、いつも思い通りにいかないっていう場面とかがすごい多いと思うんですけど、まあ、そういう人たちをすごい、まあ、3年間ずっと見てる中で、まあ、僕の自分としては、まあ、将来大阪だったりとか帰って、まあ、自分がスタイリストになるときに、オーシャン、東京で今学んだ技術だったりとか、まあ、あとは、まあ、思いとかをすごい伝えたいなっていうことが、まあ、まあ、1年目の頃からすごい思ってて、で、まあ、オーシャンが大阪ができるっていう話を、まあ、結構前ぐらいにさせて、中村さんから伝えてもらって、で、それを視野にすごい営業だったりとか、まあ、最近とか会えなくなっちゃうお客様とかいるのかなっていうのはありながら過ごしてるんですけど、まあ、その、まあ、東京で出会ってそのお客様、約束したお客様だったりとか、まあ、スタイリストのお客様ですごい可愛がっていただいてるお客様とかには、もしかしたら交わした約束だったりとか恩返しできてないかもしれないですけど、大阪だったり関西でまだ会ってない人だったりとか、来たくても来れないお客様がすごいたくさんいるっていう中で、ともに僕が大阪に来て、で、まあ、スタイリストをさせていただくって中で、絶対東京でやってきたことだったりとか、先輩に学んだこととかずっと見せてもらった景色っていうのは、必ず僕はこうやって人前で喋るのが苦手だったりとか、
前に出て話す方じゃないんですけど、まあ、その鏡の前で、まあ、お客さん一対一と言って、そのオーシャン東京で3年間アシスタントを毎日やって、学んできたことだったりとかを見せてきたりだったこととかは必ず伝えていきますので、よろしくお願いします。はい、オーシャン東京大阪店の、スタイリストの、森田優になります。僕の、まあ、6年前、こちらに東京に上京してきたきっかけとして僕は一人の美容師さんと出会って、まあ、中村富吉という美容師に出会って、僕の中の人生が変わって東京に上京しようというきっかけになりました。そして、僕のもともと6年前から美容の専門学校を卒業した時から一つの夢として関西のメンズ業界を底上げしたい、変えたいっていうのが夢がずっとあって、それをひたすら東京で、辛いことだったりたくさんあったんですけど、今こうしてオーシャン東京の一員として、まあ、働いていて、ようやくオーシャン東京が大阪に、旗を掲げるっていうことを聞いて、迷わずに行きたい、ずっと、まあ、前から行きたいと、早く関西に帰って関西の人たちにも、地方の方にも来ていただきたい、ハサミを入れたいっていうことをずっと言っていて、ようやくその、まあ、思いが来るのかなと実感している今日この頃なんですけども、僕は、まあ、正直こうやって人前で話すのももともと得意なわけでもなければ、まあ、物事をはっきり言うタイプではなかったんですけど、正直、まあ、このチャンスをいただいて、まあ、大阪っていう場所に、オーシャン東京が立つんですけども、まあ、一つ言えるのは関西のエースには僕がなります。確実に、関西のみんなを僕が幸せにできるように、まあ、しっかり精進してやっていきたいとともに、僕は関西20年間いて正直一度もどこの美容室行っても自分の中の人生が、輝いたっていう気持ちには正直なったことがなくてですね、でいつもサロン出ると自分の手で直したりとか、ああやっぱこうなっちゃったかって思ってたところがすごいあって、いつか僕が東京でここで学んだことを関西の時に帰って皆さん関西の人たちを幸せにできると思ったらすごく待ち遠しいんですけども、それと同時にやはり今この発表があったということで、見ていただいている皆さんがあと1ヶ月で、ここで働けなくなるということを、伝わったとするとすごく心苦しいんですけど、この1ヶ月も僕のやることは変わらないので、ただ目の前に来てくれたお客さんのために全力でハサミを入れてまた切ってもらいたいな、またいつか大阪に遊びに行った時に切ってもらいたいなと思えるような美容師になろうと思うので、それと同時に4月30日にオープンしてハサミを、大阪で握るとなった時に、オーシャン東京がずっと待ち望んでいた皆様にとって革命であるようにならなきゃいけないので、それを先陣切って僕が前に立って突っ走っていこうと思うので、どうかよろしくお願いいたします。はい、大阪店に行かせてもらいます、木出井直介です。お願いします。まず、まあ、5人でスターティングメンバーになるんですけど、4人と僕がまあ違うことがあるとすれば、ゆうたが福岡出身で、あとの3人は、まあ、その関西にルーツがあって、で僕はまあ東京生まれ東京育ちで30年東京で、生きてきました。でまあ、一番最初美容師やったのも原宿の美容室に勤めて、で、まあ、その理由もなんか東京が一番美容師行けてるんじゃないかとか、なんかかっこよくなれるんじゃないかっていうふうに思ったから原宿のサロンに就職してっていうふうに最初は思ってました。でも それが日を追うごとにまあいろいろ考えるようになってきっかけがいっぱいあって、まあ例えば
アシスタントの頃に僕よく、高木さんのアシスタントとかそのメイクをさせてもらったりとかモデルさんと一緒に行ったりして、セミナーとかヘアショーとかよく回らせてもらったんですけど、その度に、まあ、高木さんが、まあ、名古屋行っても大阪行っても福岡行っても神奈川行っても、まあ、高木さんって言われて、オーシャン東京って言われて、いつか口にも出してください、関西にも出してくださいとか、なんかその九州にも出してくださいとかっていう声すごく聞いて、まあその自分たちがやってる仕事に誇りを持ったし、やっぱそういう風に求めてる人たちがたくさんいるんだなって思いました。で、営業中もやっぱ僕大阪の人とか関西の人すごい多くて、来てくれて、学生さんとかだとやっぱりその、まあ、今春休みで来てくれても交通費も大変だし時間もかかるし、まあ、来れても春休み、夏休み、冬休みとか、まあ、年 2,3 回ぐらいしか来れないですねってお客さんに言われて、またお金貯めてきますって言ってくれたりして、やっぱそういう人の言葉聞いてると、まあ、僕は東京で育ってきたから変なんだし、洋服買うのも困らなかったし、遊びに行くのも困らなかったし、映画でもボウリングでも、もう何でもできたけど、そういう子たちからしたら、ここに来てくれてることがすごい、まあ、ゆうたも言ってたけど、自分へのご褒美でバイトでお金貯めたとか、頑張って貯金切り崩してきたとか、そういう思いを込めて、わざわざ何時間もかけて来てくれる人に対して、まあそういう、地方だったりとか別の場所に進出するチャンスがあるんだったら、まあ、今度は今までお世話になった人たちのためにも、まあ、僕が行く番かなと思って決断しました。で、まあそうやっていろんな地方回ったりとかしてもそうだし、まあ、僕よく海外旅行とか行くんですけど、どこの国に行っても美容室はあって、どこの国に行ってもかっこよくなりたい人とか可愛くなりたいっていう人がいて、やっぱその美容の技術って本当にどこの世界でも日本中どこでも通用するものだし、なんか僕がこのオーシャン東京の本店で11人でスタートして、まあ、最初お客さんが来ないで苦しい時もあったし、今すごいスタッフが増えてお客様もたくさん来てくれて毎日楽しく過ごしてるけど、やっぱり苦しい時も楽しい時もいろいろ教わってきたこのオーシャン東京っていう旗をもっと全国に広げたいなって思いました。で、何でもいいけど僕は東京出身だから地元に出したいとか思ってたけど、やっぱりみんなの中にも今回の大阪店のメンバーみたいに関西に出したいとか福岡に出したいとか自分の地元に出したいとか、まあ本当に茨城とか新潟とかもいっぱいあるんで、皆さんの地元に出したいとか思ってる人も多分たくさんいると思うんで、まあ僕がその大阪に行って、まあたくさんの方を喜ばせて成功することでみんなの夢だったり目標に近づく可能性があると思うんで、僕はそのオーシャンっていうものを全国に広めて全国の人を一人でも多く笑顔にして、でかつスタッフのみんなの夢も叶えるためにいただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあこのライブを見てくださってる方々に報告です。オーシャン東京大阪4月30日オープンを伴い、オーシャン東京大阪の、まあ、コンセプトとして関西のサロンの歴史を変えるっていうコンセプトを掲げさせていただいてるんですが、そちらのオープニングスタッフを募集いたします。やっぱ東京で4年間やらせていただいて、僕たちが培った美容師としての本物、そちらを、まあ、大阪に証明しに行くんですが、高い志を持った熱い仲間たちをぜひお待ちしています